ははいこんにちはマサでサですすお久しぶりです今日はコリジョンコース現象っていうものについて少し軽くお話ししようかと思います。皆さん聞いたことありますかココリジョンコース現象私もここ最近知ったばかりの言葉なんですけどあただまあ名前はねあの知ったばかりなんですが現象自体は日々車運転していればねまあまああるなあ感じるなっていうねそんなところでしてえー、っと今日それをね ちょっとお話ししようと思います。えー、簡単に言うと、二つのまあ物体がこう高速にね、こう動いていくときに、互いが互いをうんとの存在を止まって見えるっていう錯覚が起きると、まあそれによってあの注意がなかなかそっちに向きづらくて、でまあ事故だったりっていうところにね至ってしまうっていうまあそういうことなんですけど、よくあの見通しのいい いい交差点とか土地の開けたところでですねの交差点とかで起こる事故シチュエーションとして、まあ、よくそういったことがね、まあ、話に上がるんですけどでこの図のように、まあ、こういうふうに、まあ、ごめんなさいねあのいつもちょっと私が作る図はほんともうなんかすごいちんけなもので申し訳ないんですけどすごい単純なねあの図しか作れないので本当恐縮なんですけど。 このご覧の図のようにですねお互いがこう走っているとで問題はこれお互いが動いているっていうところなんですねで動いているんですけどお互いがまああの動いているように見えない止まって見える視界にはずっと同じに同じ位置にあって、えー、自分のところに迫っていく感覚がない注意の対象注意の優先順位としては高いところに入ってこないと 見落としがちであるみたいなねお互いがこう走ってきて、えー、そのまま、えーとまあ、気づかずというかあの注意がなかなかね及ばずして事故に至ってしまうと、まあ、自分もこういったあの、まあ、事故には至ってないですけどねあそういえばあの,あの場面確かにそうだったなとかあこの場面もそうだったなとか自分でもこういったあのコリジョンコース現象っていうのは まあ体験、経験経したことはまあ何回もありますねこのコリジョンコース現象と同じくくりで話をしていいのかちょっとわかんないんですけど多分いいのかな悪いのかなこの現象の定義からずれたらもう外れてるとしたらごめんなさいただあの事故予防として注意注意喚起としてあの気をつけなければいけないのはあの例えば右折するときとかで自転車がね横断歩道を渡ってくる場合ってあるじゃないですか 場場合場面ってあるじゃないですかでその時にあのこの自転車がねまたこの似たようなこのコリジョンコース現象に似たような感じで接近してくる迫ってくるっていうこともまああったりします自転車がですね、まあ、横断歩道を渡ってくるっていう時に、まあ、そもそも自転車が横断歩道をね自転車にまたがった状態であの乗って渡っていいのかっていう、まあ、そこにもちょっと疑問は思うんですけど で普通に街の中見てると、横断歩道を自転車で渡って、ね、乗って渡っている方ね、自転車にまたがって乗って渡っている方は、まあ、よく見かけるんですけど、まだその横断歩道をの上をね、最初から渡ってくるんならまだしも、そのショートカットして、図のようにですね、ごめんなさい、ちょっと申し訳、わかりづらい図で申し訳ないんですけど、ショートカットして渡ってくる自転車とかが、まあ、よくね、この、 止まって見えるというかあんまりこう接近してくるように見えないっていうか、まあ、このコリジョンコース現象に似たような感じで事故のの、ね、元になるなるいうのを思ったりもしま,すでまあ皆さん気をつけましょうということなんですけど、えー、ごめんなさいねちょ,ちょっとずつ話がねちょっとずれてくるっていうことを自覚してるんですが、あのー、要は事故予防予防策対策として、まあ、こういったことに気をつけた方がいいですよっていう。 ところね、ちょっとあの話の内容を変えてお話この先にお話ししようと思うんですけどあのそもそもコリジョンコース現象というね以前に以前にというかまあそれによる事故以前にですねあの車の A ピラーなかなかあれ邪魔じゃないですか まあ邪魔っていうとね、まあちょっと怒られちゃうかもしれないんですけど、あれはあれでね、ドライバー、運転手、ね、あの、同乗者を守っている一つの骨組みのね、骨格の一つなので、ね、あの、まあ、邪魔っていう言い方もね、それはいまあ、いけないんでしょうけど、まあ正直、それが、あの、まあ邪魔で視界が悪いっていう時はあるじゃないですか。で、その交差点だったり曲がり角、ね、曲がるその、おーカーブであったりとか、その角度以下んで、A ピラー、A ピラーが、 によって視覚がで、きてでその先のね、えー、まあ、歩行者だったり自転車だったりっていうのがなかなか見づらいっていう時あるじゃないですか。言葉ではちょっとうまくね説明できないんですけど、まあ、なるべく言葉で <laughs> 努力して説明あの説明はするんですが、ごめんなさい、ちょっとあんま語彙力ないもんで、ね、申し訳ないんですけど、自分も動いてる。で、こう、例えば右折、右折していく。で、えー、と自転車がね、まあむ 渡ってくるまあ歩行者が渡ってくるまあそういった時にちょうどその速度速さも違うんですけどその距離感だったりでちょうどうまいことをピラーに相手が隠れて見えないっていう時ありませんかありますよね。車に乗ってる普段乗ってる方からしたらそういった経験は本当何回もあると思うんですけどちょうどね本当になんかいい具合にというか うまーくね歩行者自転車とピラー、ね、かあと自分の速さがねこう重なってピラーにうまーくすっぽり隠れてねでまあ,あのこちらが接近過、えー、接近してしまうとかね、まあ、そういった場面まあ何回もねあるかと思うんですけど、はい、そういった場合の,あの対策は、まあ、自分も普段心がけてることなんですけど、まあ、とにかくねあの頭を 動かすってことですね。もう、あの、ピラー越しに、あのピラー越しっていうか、その、えっ、ー、と、ピラーの向こうに何かがね、まあ、あるかもしれないっていうところでね、その四角の部分をね、もう、あの、うさせつ。う、う、まあ、そうさせつ。そうですね。左折の時は左のね、A ピラー。ね、もう頭を動かしてね、えー、もうあらゆる角度からその自分の行き先をね、こう見る。視認するっていうね。 そういういのも心がけてますであとはあのー、自分のね運転している車両の速さを変えるっていうことですねまあこれは多くは減速っていう手段減速っていう対策を、まあ、取るとは思うんですけど減速するとはいそうするとその、まあ、お互いが同じ速度じゃないにしてもその等速で動いてることで視認しづらい。 とかあの発見が遅れるっていうことになるんであればどっちかがあのそのスピードを変えればいいわけなんですよね。となると、まあ、相手は変え,れ変えようがありませんからじゃあ自分が変えると、ね。でそれで自分が減速すると。減速すれば、まあ、今までこうねあのピラーに隠れてたものがちょっとこう見え隠れし始めると。まあ、もしくはそのま,あ、ね、まさにそのコリジョンコース現象であれば止まって見えるものがこう 動き始めると要は相対的にね自分が減速することで位置が相手の位置が変わるってことであれは何だっていうふうに注視が向く注視が向くと、まあ、そういうことがね事故、まあ、で未然に防ぐことができるのかなと思うんですね。はい、で、えーとまあ、そういったね、あのー、そのなん,ていうんですかこれは人間特性特有の、まあ、人間だからねしょうがないっていう部分やっぱりあると思うんですね。 えとどんだけ注意していても、まあ、全てね、まあ、事故を起こせば、まあ、不注意で、ねまあ、あなたの不注意だったんでしょうっていうふうで、まあ、片付けられてしまうんですけどやっぱりその人間も完璧なものじゃないのでやっぱり錯覚ってどうしてもこう起こしてしまうわけなんですよね。ただまあその錯覚は起こすものなんだけども、まあ、それでもねなるべくうと事故を、ね、防ぐっていう意味で。 事故を防ぐたためにはどううしたらいいかっていかところでね、まあ、もちろん100%を防げるわけじゃないんですけども少しでも件数を減らすっていうことを目指すならば、まあ、ここに書いたようにですね、まあ、自分はね自分こそ、ね、まず錯覚を起こすものだと自分はまず錯覚を起こす人間であるということをまず自覚する、ね、自分は大丈夫だとか、ねえーとまあ、そんな人ひと事の話だよ自分は関係ないですよじゃなくて自分こそ。 錯覚する生き物だというふうにもう超自覚するまずそれに尽きるんだと思うんですねで、まあ、運転に対して過信しないということとそして万全運転をしないということですね、まあ、要はぼーっと運転ぼ、ね、ーっとしながら運転っていうのを、まあ、しないとなのでそのコリジョンコースでもコース現象でもそのホワ、えーンと,とねホワーンとこの前を見て運転しててでサイドのねえっ、ー、と ものに対しては視野の中で捉えているのでやっぱりあの相手がこう迫ってくるのをね気づきが遅れると、まあ、そういうことになるんだと思うんです。なので、えー、と視野でぼーっと捉えるんじゃなくて、ね、もう常にこうちょっと目をねこうキョロキョロさせたりして、ね、あの一見止まっている車なんだけど、ね、一見あ,あそこに車があるいるな。でもそれを 止まっているっていうふうに思い込むのじゃなくて、まあ、止まっているように一瞬見えたとしても「うん待てよあれは本当に止まってるのかな」っていうふうで注視する2度以上ね確認するなどで意識意識してで視界の存在物を再認識するっていうのはかなり大事かなと思いますでまあその静止物止まっているものっていうものを ほどもの止まっているものこそ自分が動いている時はまず止まって見えないわけなので、ね、もうここにも書きましたけども自分が走行している場合静止物は動いて見える、まあ、つまりですねそのえっ、ー、と位置が変わっていくわけですねで逆に止まっている場合はその物体も動いているんじゃないかという認識を持つことですね で、まあ、それを、あのー、まあ、さっきも言いましたけども、ちょっと重複する内容ですけども、頭を動かして対象物を再確認、再認識再確認するであったりとか、まあ、減速するなど、速さに変化をつけてみるっていうところですね。で、あのー、まあ、三つ目もね、えー、っと、ごめんなさい、ちょっとまとめとして書いたんですけど、だいぶ話してる内容がね、あの、ちょっと重複しちゃってるので、ごめんなさい。何度も同じことを言う形になっちゃってますけど、はい、遠い。 頭の位置と車両速度に変化をつけることは重要ですねって。で、道路の見通しの良し悪し以前に、まあ、これは直接あの、その、えっ、ー、と、コリジョンコース現象とは違うのかもしれないんですけども、その、ピラーのね、四角で全く見えない時があるので、頭をこうやって動かしてね、その先を確認することであったりとか、車両の速さを、に変化をつけて、で、これ、この場合の多くは、 減速することだと思うんですけど、まあ、減速してね。あの車両の速度速さに変化をつけて、それで事故を防ぐとまあ、そういうところをね。あの運転している時、まあ、意識しながらまあ、ハンドルをまあ握ってもらえればなと思います。はい、まあ、もちろん、私もね。これあの注意してね。自分自身もしっかりとこの辺意識して車。車運転。 しようと思います。はい。それでは皆さん、ね、楽しく安全なカーライフを。では、まさあさでした。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。